国内取引と国外取引の間に関税などの公益障壁を設けた状態における貿易のこと。大院義語は自由貿易。国家が自由貿易による弊害を防止し、自国の産業を育てるために取る貿易政策を保護貿易という。保護貿易は関税で輸入量を制御する場合と政府や業界団体が輸入を独占したり様々な国内基準を設け、 貿易数量を規制する場合がある。国内規格を設けて輸入を制限する自国製品に補助金をつけて輸出を促進するという政策もある。関税の決定権は通常中央政府にあるが中央政府の体制次第では国内産業の主張を反映せざるを得ない場合がある。競争力の弱い国内産業の場合、競合する輸入品の制限を求めることが多い。 この時に中央政府は当該産業との競合品に関して効率の関税をかけるなどして輸入を制限する。これによって当該産業は保護され一定の市場占有率と利益を確保できる。また中央政府が特定の産業を国内で育成する目的を持って主体的に関税を設ける場合もある。これらの意図で形成される貿易体制が保護貿易である。 一般に、関税は、当該商品の購入者に対する、間接的課税となる。貿易が拡大することによって、不利益をこむる人々が、政治的に大きな力を結束させ、貿易に制約を加えることを、保護主義と呼ぶ。外国から、安価な商品の大量流入によって、国内の生産の縮小国内企業の、国外移転国内産業の空洞化が生じる。 自由貿易論者の主張については自由貿易概要を参照。保護貿易はいくつかの特性を持っている。17世紀のイギリスでは重症主義が進められてイギリスの繁栄の礎を築いた。イギリスは1651年から公開条例を発布する。目的はイングランドの貿易をイングランド籍の船に限ることであり、これによりオランダ船を貿易において排除した。 1690年には産業の保護のため、毛織物の輸入に関税をかけて、原毛の輸出を禁止した。この時代には連帯保護制度があり、製造業を保護する一方で、小麦をはじめとする穀物に輸入制限を設けたり、輸出奨励金の拒出を行った。穀物の輸出奨励金によって、イギリスは1770年代まで穀物輸出国となった。 民間では名誉革命によって営業の自由が保障されたが同時代の大陸ヨーロッパは国王特権による独占や特許がまだ力を持っておりアダム・スミスが国とミロンを書いた時代にもフランスはコルベール主義の政策が続いていたコルベールは産業育成という出生例策を取り輸入代替政策を図った産業革命が進展した時代にはイギリスでは インドの綿織物キャラコの輸入や使用を禁止して、インド産綿織物と国内も織物との競争を防せだ。やがて毛織物から綿織物へと保護育成を移して、綿織物の輸出が増加を続けて、18世紀末から19世紀初頭にかけて輸出額が2倍以上に上昇した。一方で、人口は1771年から1871年の 間に900万人から2600万人となり、穀物輸出国から輸入国になる。ナポレオン戦争は貿易に大きな影響を与えて、ナポレオンがイギリスとの貿易を禁じた大陸風鎖令で、小麦の価格はさらに上昇した。イギリスでは、穀物の保護貿易による賃金高止まりへの批判から国内で対立が起き、 反穀物法同盟などの運動もあって1846年に穀物法は廃止された。イギリスでは自由貿易が進むが、イギリスに続いて工業化を進める大陸、ヨーロッパ諸国やアメリカでは保護貿易が継続されていく。ドイツでは1834年にドイツ関税同盟が作られて、プロイセンを中心としてドイツの統一が進んだ。イギリスの自由貿易は、 ドイツを農業国に戻すための政策として警戒されて、ドイツの保護主義の根拠となった。フリードリヒリストが保護主義による工業化を主張したのもこの時代である。アメリカ合衆国の初期の貿易政策は保護主義に基づいていた。合衆国の初代財務長官、アレクサンダー・ハミルトンは、重症主義やリストの思想を参考として、製造業に関する報告書を書き、 アメリカ学派と呼ばれる経済学派を形成する。アメリカ学派の政策はアメリカシステムとも呼ばれて会議員のヘンリー・クレイを中心に推進された。1816年にはほとんどすべての工業製品に35%の関税が課され、1846年まで高関税が維持された。1846年以降は関税が引き下げられ、 10から20%程度の温浪なものになった。やがてプランテーションによる綿花の輸出で栄える自由貿易派の南部と工業育成を図る保護貿易派の北部との間で対立が抜き差しならないものとなり南北戦争が勃発する。北部は勝利してアメリカ国内の産業は拡大発展してアメリカの保護貿易政策は第二次世界大戦まで続く。 アメリカの資本集約産業は巨大な国内市場と発達した鉄道網の恩恵により規模の経済による収穫定増の法則を大きく働かせることができその競争力を飛躍的に高めることに成功した日本では明治初期頃から帝国主義的な派遣競争の中で日本の利益をいかに保護するかという目的で福沢諭吉の論説などに見られるようになった 明治中期頃からは、田口浮吉や徳富祖法は、政府の保護貿易政策を批判して、自由貿易を唱えたが、それを批判して、川上はじめの農業重視論などが登場した。19世紀後半からは、不況の影響で農業と工業における保護主義が進む。アメリカの穀物や食肉輸出はヨーロッパへ向けられ、ロシアの穀物輸出も増加して、ヨーロッパは、 農業不況に見舞われた。1873年強行が起きると、工業の保護の要求も高まった。1878年には、イタリアの保護関税法、1879年に、ドイツの農耕保護関税法、1881年に、フランスの農業関税率引上げ、1890年に、ロシアの保護関税法とアメリカのマッキンリー関税法、92年に、 フランスでメリーヌ関税が相次いだ。こうした状況の中でイギリスは自由貿易を継続して他国からの工業製品の輸入が急増する。イギリス国内では一方的な自由貿易に対する批判が起きて国民公正貿易運動と呼ばれる動きにつながった。20世紀初頭にはイギリス帝国の統一を強化するための保護主義として関税改革運動も起きた。 しかし、イギリス経済は製造業に代わって金融業が成長をしており、ロンドンのシティを中心とする国外投資収益が GDP の6.8%を生み出す時代に入っていた。1906年の総選挙で関税改革運動を主張した保守党は大敗し、自由貿易は維持された。関税改革運動は世界強行後の帝国特権制度へ引き継がれることに、 なる。世界恐慌の後、工業諸国はブロック経済を形成して保護貿易の度合いを深める。きっかけとなったのはアメリカが農業保護を目的に立案したスムートホーリー関税法だった。この法律は当初は農作物の関税を上げることを目指していたが、世界恐慌の影響で工業界も加わる。当時の世界最大の貿易国だったアメリカが 関税率を大幅に上げたことで、各国は報復関税を制定するなどの対応をして、世界貿易は縮小した。大強行をきっかけに、イギリスでも保護主義が進み、1932年のオタワ会議では、帝国特権政策が定められた。世界貿易は、1930年代末には1920年代後半の50%以下まで縮小した。 ブロック経済は各国の経済的効率性を損なったことに加えて政治的な対立の激化を招き第二次世界大戦の勃発の要因となった第二次世界大戦後にアジアやアフリカでは植民地からの独立が相次ぎこうした新たな独立国は発展途上国とも呼ばれた発展途上国では農業国から工業国への転換を目指して 輸入代替型の工業化を推進した。輸入代替工業化は、先進国から輸入されていた工業製品の国産化を目指す政策であり、財源には一次産品の輸出収入と開発援助が当てられた。国連貿易開発会議は、途上国の経済開発を目的として、各国の輸入代替工業化を推進した。発展途上国の援助のために、 ガットの理念とは異なる一般特計関税制度も維持された。しかし、関税、輸入制限措置などによって外国製品との競争から国内企業を保護することで産業の高コスト化貿易収支の悪化といった形で経済構造に歪みが生じた。また、1973年の石油ショックは世界貿易を一変させ貿易黒字の上位9カ国を 産油国が占めて開発途上国の利害は産油国と非産油国に分かれる結果となった。アメリカは1950年代まで世界の鉄鋼生産量の40%を占めていたが、1960年代には日本やヨーロッパの生産が増えて保護貿易の要求が高まる。日本とヨーロッパは輸出の自主規制をするが、1970年代には最低輸入価格制度、 1980年代には国別輸入割当て制度が実施されてアメリカの鉄鋼保護貿易は厳しさを増した。鉄鋼の他にも繊維、自動車、半導体をめぐって貿易摩擦が起きた。1994年のビル・クリントン政権の下では特定の産業を保護、育成、振興して経済構成を高める政策の理論化が進められた。中でも 規模の経済や収穫低造の特徴を持つハイテク産業が注目された。2008年9月のリーマンショック後、G20 諸国のうち17カ国が同年11月の第1回サミットのわずか数ヶ月後に保護主義的措置を導入したが、世界貿易機関の働きもあり、保護主義は抑え込まれた。2018年にドナルド・トランプ政権は、鉄鋼とアルミニウム、次に、 中国からの輸入品に追加関税をかけた。中国の習近平政権が報復として農産物に関税をかけるとトランプ政権はさらに1000億ドル相当の関税をかけた。専門会議メンバーの経済学者の中ではこの関税でアメリカ人の生活水準が上がると答えた者はいなかった。しかし国内の世論調査では自由貿易には反対の方が多かった。 最初期の保護貿易論としては、スコットランドの経済学者、ジェームズ・スチュアートが挙げられる。スチュアートは、著書、経済の原理において、商業の発達が封建制からの自由をもたらしたと述べた。そして、商業の発達で商品生産が増えると、農業と工業の社会的な分業が起きるが、分業が順調に進むためには、有効需要が必要であるとした。 スチュアートによれば、この有効需要を調整するための政策が国家による保護貿易だった。スチュアートの保護貿易政策には輸出産業の奨励、育成すべき製造業の選択がある。スチュアートはまた消費者と供給者の利害や農業と工業の利害は貿易においては一致しないと論じた。トマス・マルサスは人口論や経済学原理において 食料調達の必要性から農業の保護を主張した。穀物を自給できる国家は農業と工業の並立を目指すべきであり、農業国と工業国の国際分業は一時的で、あると否定的な見解を述べている。実態としては、マルサスの指摘の後も農業国と工業国の国際分業は継続した。フリードリヒリストは政治経済学の国民的体系で、 工業化のための保護貿易を主張した。リストは国民経済の発展を農業段階、農工業段階、農工商業段階に分けて、都においては自由貿易、においては工業化のための保護関税が必要とした。リストが生きた時代のドイツは統一の途上にあったため、リストはイギリスの自由貿易政策についてドイツの国民形成や工業化を妨げるとして批判した。 そして、ドイツ中心の経済圏を作るための関税同盟の拡大や、オーストリア、ハンガリー、トルコへの植民の必要性を論じた。リストの思想は、アメリカのハミルトンや、イギリスの国民構成貿易運動にも影響を与えている。開発経済学における輸入代替工業化論の先駆けでもあった。1881年からイギリスで形成された、 国民公正貿易運動は、イギリスのみが国家の援助なしに競争をすることが不公正で、あるとして決成宣言に次のような内容を含んでいた。通商条約の更新停止、国内産業の原料輸入を無関税とする、イギリス製品を無関税で受け入れない国の製品に、関税を課す、外国からのあらゆる食料に関税を課す、というものである。 国民公正貿易運動の議長には、ロイズ銀行の SS ロイド、幹部には毛織物業者の WF エクロイドなど、他国の保護主義によって損害を受けた業者がいた。e e ウィリアムズのメイドインジャーマニーのように、イギリス産業が衰退して、ドイツ製品が急増しているという先導的な内容の書物も出版されている。保護貿易政策は保護された。 比較列位の産業には一時的に利益をもたらす。その一方で消費者は比較列位材を外国と比べて高い価格で購入しなければならない。水体産業保護政策の問題点は水体産業が永続した場合産業構造の調整を遅延させる。1990年代半ば以降のヨーロッパの生産性の低迷は各国政府の産業保護を原因とする研究がある。 保護主義が勤労者個人を保護するのではなく脆弱な産業を保護する場合に問題が生じるとする指摘もある。国内で輸入制限などの保護主義を求める運動が起きる度合いは国内経済の転換能力と関係する。転換能力が高ければ優位な産業への労働や資本の移動が進むが転換能力が低い場合には輸入制限や輸出構成。 貿易摩擦の原因となる。イギリスでは1815年に穀物法が制定されたものの、1816年から1820年代に深刻な農業不況が起きた事例がある。これは国内農業の生産効率が上がったためにナポレオン戦争の終結後に国内での競争が起きたことが原因とされる。保護貿易のもとでも経済成長が促進される事例として、 19世紀のアメリカ西部開拓のように国内市場の規模が大きかった場合がある。保護主義については政治的な原因と理論的な基盤の両方から考察が進められている。保護貿易の支持と利益団体や圧力団体との関係も指摘されている。保護貿易の受益者である生産者はその負担者である消費者よりも政治的に力が強くなりやすいとされる。 アメリカの古典的な例では砂糖輸入の総量規制がある。このメリットを享受できるのはアメリカ国内の一部の生産者のみであり、消費者の年間コストは年間100億ドルとなる。一人当たりの年間コストは約5ドルとなり、小さすぎて有権者に認知されにくい。歴史的に最も重要な事例として1930年代の世界的な保護主義が挙げられる。 不況で国内産業が不振であるとき、外国から低価格の商品が入ってくると、その不振がさらに大きくなる。そこで外国からの輸入に高い関税を課して、国内産業を守ろうとする政策に転換する国が増えた。これは、経済学者のジョーン・ロビンソンをはじめとして、近隣急防化政策と呼ばれた。また、第二次世界大戦後の発展途上国に見られた。 輸入代替政策をはじめとする保護主義政策がある。外国からの輸入や投資を制限し、自国の産業を育成するために、国家主導の産業育成政策を進めたが、1960年頃まで経済成長をすることができなかった。アメリカのスムートホーリー法、イギリスのオタワ会議などは交換税、為替の切り下げの応酬による、 悪循環を招いた。当時の国際機関である国際連盟には最大の貿易国であるアメリカが参加しておらず安全保障が不完全であった。このためブロック経済間の対立は軍事衝突につながった。貿易制限などの保護貿易政策では国内需要への転換能力が重要となる。しかし転換には時間と費用がかかるため世界恐慌において 保護貿易は解決策とならず、有害に作用した。世界恐慌については、当時の金本位制が保護主義とともに悪化の要因になっていたという研究がある。バリー・アイケングリーンとジェフリー・サックスの1985年の研究は大きな影響を与えた。その関連として、アイケングリーンとダグラス・アーウィンは1930年代の貿易制限措置は、 破壊的かつ反生産的だったとした上で、金本位制からの離脱が早い国々ほど、貿易制限措置に訴える程度が小さかったと、論じた。イギリス植民地大臣だったジョゼフ・チェンバレンは、イギリス帝国の統合を強化するために、帝国特権関税などの保護主義を主張して、経済学者のウィリアム・アシュレイに支持された。アシュレイの思想は、 植民地の農産物に特権を与える代わりに植民地の工業化を制限して創始国の工業を守るというものだった。オタワ会議による保護主義と帝国特権政策はチャーチルの戦時内閣にも参加した政治家のレオポルド・イメリーラに指示された。ありがとうございます。